さまざまな人たちとの交流が想像力を刺激する。遠く離れた場所での特別な体験が五感を解放する。人生の大切なことを知り学びながら生き方を見つめ直し、そして深めていく。さあ、自分という広大な世界を旅しよう。Here there。毎月、東京やその近郊で幅広い年齢、職業、趣味嗜好を持ったメンバー同士の交流や新しい体験ができるワークショップをプロデュース。インスピレーションを高め、新たな学びが得られます。毎月いろんなテーマを設定し、全国各地で数泊の体験プログラムを実施。その度その土地でしかできない特別な体験によって自分らしい生き方を見つめ直すことができます。またリモートワーク環境も充実。いつもとは違う場所で働くことで新しいアイデアが生まれるかも。ゼアは例えば和歌山ではこんなプログラムをご用意しています。太古の昔より蘇りの地と言われる熊野、世界遺産として有名な小道を歩きながら自分と向き合っていく。さらに本宮大社へ、ありのままの自分を見つめながら心を少しずつ整えていく。自然豊かな環境で快適に仕事ができたり、リラックスして読書を楽しむ時間もあります。正解がないと言われる現代、座学ではなく様々な体験による学びを通じて問いを生み出す力を養っていく。働くとは何か、自分とは何か、これからを生きるための本質がきっと見えてくる。 Here there 生きるを学ぶメンバーシップ。皆様こんばんは、大変お待たせいたしました。お時間となりましたので、本日のイベント、地域で見つけたキャリアと理想のライフスタイルの両立、
ワーケーションでデザインする自分らしい生き方働き方、地方探訪鳥取編を始めたいと思います。私、本日の司会進行いたします株式会社 HIS 法人セールスマーケティング部の三橋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。簡単に自己紹介をさせていただきます。学生時代に東南アジアで教育ボランティアをやっていた経験から、入社時にはアジア専門店に配属となり、その後スタディーツアーデスクへ移動、6年間の在籍の中でサステナブルツーリズムの企画、手配、PR、天井などを担当し、昨年の11月から現在の部署で法人向けの商品企画を行っております。ワーケーションはまだまだ初心者なんですが、世界や日本の各地域から持続可能な社会と個人の在り方を学ぶ中で、自分らしい生き方や働き方を常に考えております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに本日のスケジュールをご紹介いたします。第1部では一般社団法人キリンの町観光局事務局長の石塚康弘様による基調講演、ワーケーションを切り口に考えるこれからの人材交流のあり方をお届けいたします。第2部では実際にワーケーションを実践する3名のゲストの方を招いて、ワーケーションから見る新時代の働き方、地域、企業、個人がどう向き合うかをテーマにパネルディスカッションを開催いたします。最後に質疑応答と J マム社が推進いたしますラーニングワーケーションプログラムヒアツアーのご紹介とモニターツアーのご案内を行い、全体で1時間30分を予定しております。続きまして、本編に入る前にですね、本日のイベントの趣旨とゴールを皆さんと共有したいと思います。本日は HIS が主催するワーケーションイベントの第2弾です。前回は導入編としてワーケーションのプロフェッショナルと言えるような方々にゲストとして登壇をいただいて、どんなふうに実践しているか、これから企業や個人はどう新しい社会に向き合っていくべきかを語っていただきました。今回も引き続きワーケーションを切り口に、これからどんな社会がやってくるか、個人、企業、地域にとってどんな可能性が生まれるかを紐解いていきたいと思います。改めましてにはなりますが、ワーケーションとはワーク、仕事とバケーション、休暇を組み合わせた造語で、リゾート地や地方などの普段の職場とは異なる場所で働きながら休暇取得を行う仕組みのことを指し、新しい働き方の一つとして注目を浴びています。とは言ってもまだまだ日本では新しい言葉という部分もあり、その定義は非常に曖昧なところがあります。実際ワーケーションと一言に言ってもイメージするものは皆様それぞれ異なるのではないでしょうか。最も皆様がイメージやすいのはきっと福利厚生やライフバリュー向上を目的とした休暇型のワーケーション。しかし他にも人材育成を目的とした研修型のラーニングワーケーションや、チーム力を上げたりとか会議の質向上を目的としたオフサイトミーティング型など多岐にわたっています。今このワーケーションにはさまざまな立場において多様な意味合いでの可能性を期待されているんですね。実際どこに紐付けされる立場としてこのワーケーションを捉えるかで探求の仕方や関心の仕方も変わってくると思います。その一つが個人におけるキャリアも人生も諦めない自分らしいライフスタイルをデザインするツール。前回は主にこの点に注目をしてお話をしたんですが、今回は新しい働きの場、可能性の場として注目が集まる地域サイドに焦点を当てて、多様な目線で深掘りをしていきたいと思います。ということで長くなりましたが、ゴールはこちらです。一つ目に理想の働き方、生き方を形にできるワーケーションに出会うこと。ワーケーションの多様性や柔軟性を知って、また同時にこれから来るかもしれない未来をイメージする中で、自分自身が最もその良さを体感できるワーケーションや働き方は何かを考える機会になると嬉しいです。二つ目に、旅に出る準備を始めること。コロナによって旅もまた形を変える必要があります。
訪問者は今まで以上に、体調や事前調査、現地を尊重することなど準備と心構えが必要になります。働く場所や学ぶ場所が自由になることで、旅が非日常から日常へシフトし、暮らすように旅するがもっとメジャーになっていくと私たちは考えています。今すぐにではなく、これからというところでちゃんと準備をしていきましょうという回です。今日深掘りする地域は鳥取県です。日本列島本島の中国地方北東部にある鳥取県、東西120キロ、南北約20キロから50キロの細長い形をしています。皆さんの鳥取県のイメージは何ですか？鳥取砂丘、梨、鳥取の魅力なんかも聞いていけたらと思います。それでは、大変お待たせいたしました。第1部の基調講演、ワーケーションを切り口に考えるこれからの人材交流のあり方に進みたいと思います。私から簡単に、本日の講師、一般社団法人キリンの町観光局事務局長石塚康弘様のプロフィールをご紹介させていただきます。鳥取稲葉観光ネットワーク協議会の事務局長として、住民参画型のツアー造成などを手掛け、2018年1月には兵庫県北西部と鳥取県東部を一体とした観光圏で一般社団法人キリンの町観光局を設立いたしました。地域の観光事業者や自治体、観光協会、交通事業者、宿泊事業者のみならず、住民や農林水産業者、教育機関などを巻き込んだ商品造成やプロデュースに携わり、第一次産業の観光活用などを推進し、観光、移住、定住、魅力あるまちづくりを行っています。それでは石塚さん、マイクとカメラをオンに切り替えていただいて、ここからバトンタッチをしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。キリンの町観光局の石塚と申します。これから20分間、基調講演ということでお話に付き合っていただければと思います。先ほど、ご紹介いただきましたので、ちょっと自己紹介は省略するんですけど、私が今属しております一般社団法人キリンの町観光局っていうのは DMO って言われる組織なんです。初めて聞かれる方もあります。 DMO って言いますのは、デスティネーション、マネジメント、マーケティングのオーガナイゼーション、観光地域づくり法人なんていう言い方をされます。先ほどご紹介がありましたように、宿泊とか飲食とか交通とか、それにのみならず教育でありますとか、マスコミ、そして金融、こういったあらゆる業種を巻き込んで、観光の地域づくりをしましょう、まちづくりをしましょうというような活動をしております。本日の、テーマとなりますワーケーション、ワークとバケーションの造語だということなんですけど、こういったところでですね、今回はこれからその人材交流っていうところをテーマとしてお話をさせていただきたいと思います。はい、ワーケーションを切り口に考えるこれからの人材交流のあり方ということで、お話をさせていただきたいと思います。自己紹介は済みましたが、キリンの町って皆さんが初めて聞かれると思います。キリンって言いましてもジラフじゃありません。伝説の霊獣ですね、スザクとか白虎とかあるんですけど、そこにキリンっていうのがあります。某テレビ局はね、キリンが来るっていうドラマもしてるんですけど、そのキリンと同じです。これがなんと370年の歴史があるのが、この鳥取県の東側と、兵庫県の北西部、ここの一市六町を、キリンの町という名前で勝手につけたんですね。そもそも文化と経済圏、生活圏一致してたんです。ただ我々みたいな観光からすると、鳥取は山陰、兵庫県は北近畿って言われて、全く今まで観光では交流がなかったわけなんですね。そういったところを、先ほど言いましたように金融でありますとか宿泊、飲食、交通、自治体一体となって、今一つの町として、架空の町なんですけど、この一つの町として、町づくりを進めているところになります。ここに出てますのがキリン獅子舞っていう獅子舞なんですよね。普通は神楽獅子なんですけど、こういった獅子舞が伝承されている、文化のつながりがあるということで、そもそも人のつながりっていうのが非常に強い地域です。今日のテーマにありますワーケーションも、実はこのつながりっていうのが最終結論になるかもしれません。お話を進めさせていただきます。
せっかくの機会ですので、このキリンの街の中で一番皆様がご存知になっているんじゃないかなという写真を集めました。これ実は鳥取砂丘なんです。キリンの街のまあ有名な観光地なんですが、撮り方一つでこれだけその見え方が違うんですよね。ちょっと次のスライドに行くんですけど、先ほど説明がありましたその DMO のお話になります。 DMO っていうのはデスティネーションのマーケティングマネジメントオーガナイゼーションということを言ったんですけど、我々はこれをですね、まちづくり、 M の文字をまちづくりとして考えてます。今日のテーマにもあります、観光だけではなくて、まあ、ワーケーションもワークとバケーションということになるんですけど、まあ、持続可能なこの地域づくり、まちづくりを進めていきたいという思いで我々の DMO っていうのは活動をしております、推進をしております。ですので DMO がワーケーションを推進するっていうのに違和感は全くない地域になります。例えばこの鳥取県の人口って言いますのは55万人程度なんですよね。これ東京で置き換えるとですね、杉並区がだいたい59万人ぐらい、板橋区が58万5千人ぐらい、市町村でいくと八王子市でも57万6千人ぐらいですね。鳥取県の人口ってそれだけ少ないんですよ。ただ人口密度から言うと本当に何十分の1ぐらいです。ここに写真がありますように、皆さんがねイメージとしたら鳥取っていうのは全部砂漠なんじゃないのって言われるんですけど、ちゃんと町もあります。もちろん人も55万人います。こういったところで、さあワーケーションの今日の本題のところに入っていきたいと思いますが、このワーケーションって本当に DMO が推進するときにですね、実は悩んでおります。ここにねちょっと今回いろいろキーワードを書いてみました。自治体はやっぱりその交流人口の拡大、観光ですとそうですね、交流人口から関係人口になって、まあ、移住定住まで持っていきたいなっていうような、そういった行政の政策もございます。それとブランディングですね。町によってはワーケーション推進をしています。うちの県はワーケーション推進しています。例えば、和歌山なんかそうですよね、ワーケーションのイメージ作りなんかのブランディングをされております。そして我々のような観光地域づくりの DMO はまさにツーリズムの推進ですね、観光の推進を行っております。それとやっぱり必要になってくるのが経済効果。このコロナ禍においてですね、なかなかその観光っていうのが疲弊しております。やっぱりこういうところで新たな切り口としてこういうワーケーションみたいなものに飛びつこうかっていうような動きもございます。それともう一つ、やはり魅力、価値創造というところが我々の DMO としての目的となります。そして都市部におかれましては、企業の方はですね、やっぱり人材とか教育プログラムでありますとか、労務勤怠管理、まあ、福利厚生ももちろん含みます。そして働き方の改革というところもございますね。こういった企業の都市部における企業もこういったところでワーケーションというのも一つのテーマとして目的になりうるものになります。じゃあ我々この鳥取における地方、もちろん企業を含めてですね、ワーケーションというのに何を期待するか、その目的は何かということになりますと、やはり人材確保です。先ほども言いましたように、面積が数十分の1の中で人口密度もほとんどない中、隣の県までの距離ももちろん遠い、そういった人材の確保がなかなか困難な地域であります。ただ、そればかりじゃなくて、過疎化高齢化進んで、企業でありますとか事業承継についてももちろんここにも課題が出ております。そしてこれは自治体 DM ももちろん含めてなんですけど、やっぱり地域の活性化、地方の活性化というような目的でワーケーションを捉えている部分もございます。最後に個人、人として考えた場合にはですね、やっぱり働く場所、暮らす場所、それと働き方、暮らし方、多拠点、今日はこの多拠点っていうのが一つのキーワードになると思いますが、やっぱりこの個人で考えたときに、働く場所、働き方、暮らす場所、暮らし方っていうのを一つのワーケーションの目的となりうるものになります。そこでですね、前回のウェビナー、そしてまあ我々も DMO の中でもいろいろお話もしておりますし、講演させていただく機会もございます。そこで出てくるキーワードを本来ですとね、系統図にしたかったんですけど、なかなかできません。ここに皆さんがちょっとどの言葉にね注目されるかは、それぞれの立場っていうのもあるかもしれません。やっぱりコロナ禍においてリモートワークとかテレワークの推進ということで、なぜかそれがワーケーションとつながるようなイメージを持っていらっしゃる方もあります。
サスティナビリティの考え方で SDGs のこともワーケーションに何か含まれるようなこともあります。もちろん仕事、そして、企業、地方、都市部、こういったキーワードも出ております。結局これをまだワーケーションという概念ができてないような状況でワーケーションを推進しましょうというのが現状ではないかなっていうことを、ここのところが、今の、まあ、我々が捉えているワーケーションの部分になりますね。で、先ほど三橋さんの方がオープニングでもお話ありましたように、捉え方は十人十色で十分これはいいと思います。それぞれがワーケーションっていうのの何か概念をですね持ちつつも、自分なりの自分らしさの生き方、暮らし方、働き方、これを見出すのがワーケーションじゃないかなというところがございます。現在ですね、コロナ禍の中において、就職がですね、学生さんなんかはもう完全に売り手の市場から買い手の市場に変わってきました。ところが、このワーケーションというのはまだまだ、そうですね、ワーケーションをやろうかっていう人も企業も少ない現状においては、売り手の市場だと思っております。観光におきましても、完全に今回のコロナ禍の中ではもうパラダイムシフト、新たな価値観といいますか、新たな社会がスタートしたと。こういった状況の中で出てきたワーケーションという言葉、この言葉がですね、一人歩きするんじゃないかなという心配をしております。例えば今日は金曜日です。8月21日の金曜日。皆さん、プレミアムフライデーですよ。懐かしくありませんか？やっぱり言葉が一人歩きするとですね、忘れ去られちゃうんですよ。このワーケーションをもしかしたら忘れ去られる言葉になるかもしれません。観光業界でヨーロッパだったらワーケーションじゃなくってワークツーリズムって言ったりしていました。ワーケーションは2000年代に入ってからアメリカで使われるような言葉で、造語でございますが、本当に言葉が一人歩きするような、そういった危険性も含めているのがワーケーションです。これはまあ課題として提案するような格好になります。ちょっとこのあたりでですね、せっかく今日100人ぐらいの視聴者の方いらっしゃいますので、前回のウェビナーの時にじゃあ地方でどんなことやってるのっていうようなご質問もございました。ちょっと一例をですね、挙げてみたいと思います。はい、今鳥取で起きていること、こういったタイトルでですね、ちょっと何件かご紹介します。はやぶさラボと言います。この写真見ていただいたら分かると思うんですけど、小学校です。人口減少に伴って廃校となった小学校。これをリノベーションして、カフェでありますとか店舗、それで元のですね、家庭科室とか図工室、こういったものをですね、レンタルスペースとして、例えば家庭科室だったらシェアキッチン、図書室は、ライブラリーとして、まあ、今、例えば親子連れの方がそこでゆっくり楽しむような、レンタルスペースでありますとか、そういったものもございます。校庭ももちろんございまして、非常にここがですね、鳥取の中では今、このコワーキングスペースとして新たなコミュニティ複合施設として注目をされております。行政関係の方もですね、視察が非常に多い。このコロナ禍で本当に観光がなかなか難しい状況にあるんですけど、非常に視察の方でも協力といいますか、かなりここのところは人気がございます。ここでですね、キーワード一つあります。この街の、キーワードは出る杭を伸ばす街です。今日ですね、この後8時ぐらいからパネルディスカッションがあるんですけど、この辺にもしかしたら出る杭の方が登場するかもしれません。ちょっと2つ目の、ね、例をご紹介したいと思います。これは民泊です、一昨年ぐらいに民泊新法というのができました。古民家を一旦解体して移築改装してゲストルームと、サブスク型のワークスペース、こちらの方を作った施設があります。民泊秀島さんというところです。今コロナ禍で訪日外国人の方が非常に減ってはおりますが、それまでは、海外の OTA を通じてこちらの方の予約が本当に毎日のようにたくさん入っていらっしゃいました。またサブスク型のですね、ワークスペースも、これはアドレスさんという会社を通じて活用されております。ここでね、面白いことが発生しております。仕事のためにこちらの方に入ってきた方っていうのは本当に部屋にこもってずっと仕事をされるそうです。またバケーションで入った方は仕事なんかもちろん関係なしでずっと遊んでばかりです。ところが同じ箱の中、同じ建物の中で仕事を部屋にこもってしていらっしゃった方がですね、賑やかに
共有のスペースのところで楽しんでいる、そういう観光のお客様、バケーションを楽しむお客様のわざわざ横に来て共有スペースで仕事を始めるそうです。それはなぜか、やっぱり出会いと交流っていうのが欲しいそうですね。こういう新しい交流、出会いの場っていうのを提供するのも、こういった地方においては実際に存在しています。3つ目です。この今鳥取で起きていることの中で、これは都市部とか首都圏とか地方との交流とはまたちょっと違うんですけど、地域を活性化したいという思いはやはり個人にももちろんあります。学生にターゲットを置いたものでございまして、地方にあります、こちらの鳥取にあります IT 関連の企業様が NEXT というこういうコワーキングスペースを作ってらっしゃいます。学生さんが何かを地方地域の活性化、活躍する 若者といいますか、活性化したいなっていう学生さんを応援するために、今度は支援をしたい社会人が集まって、ここでも交流が生まれております。キーワードは鳥取のこれからをつなぐということで、次世代育成もここの中で進めていらっしゃるところがございます。さて、我々このキリンの町観光局鳥取県においてですね、実際このワーケーションの枠組み、座組みから考えますと、いわゆるサプライヤーになります。供給する側です。行政から見たときに、ワーケーションの自治体協議会といって、私の町、私の県はワーケーションを推進しますっていうので表明されて参加される自治体、現在約 100ぐらいございます。おそらく先ほども言いましたけど、ワーケーションっていうのがちょっとカオスな状態でですね、これだというものがない中で、じゃあ例えば Wi-Fi 環境はこうです、通信速度はこうです、これだけのスペースが必要です、そうは言ってもセキュリティもですね、プライバシーも守らなきゃいけません、これに、全て該当したものがワーケーションとして認定します、こういったこともしかしたら国は言い始めるかもしれません。それに乗っ取って、全て登録されたところがワーケーションの施設ですみたいなステッカーがこれから発生するかもしれません。それに皆さんが手を挙げたら、これ実はできることになるんですよね。全国各地のステレオタイプ的なワーケーションのスペースとかワークスペース、それとバケーションだったらワークスペースからプラスアルファで、こういったものがあります。いわゆる地域の中で競争が必ず起きてきます。うちに来てください、うちに来てください、皆さん これから、将来どうなるかわからない社会において、どこもやっぱり経済活動というのはしたいわけなんですよね。少しでも効果があるように、このワーケーションっていうのを何かもう本当に頼みの最後の頼みみたいな感じで進める可能性はあると思います。数ヶ月前、テレワークでありますとかリモートワークスタートしました。その時地方で仕事をされた方っていうのはほとんどないと思います。大抵自宅でした。自宅じゃなくて、じゃあこのワーケーションができるところに行く意味っていうのをどこから見出すのかっていうのが非常に難しいところでもありますし、ここに課題解決の答えがあるんじゃないかなと考えています。できることではなくて、例えばこの100カ所あるんだったら100カ所それぞれがやりたいこと、それにワーケーションを活用しましょうっていうようなことで展開していけば、また新たなワーケーションっていうのの価値が見出せるんじゃないかなと思っております。急にね、何もなくなっちゃうんですよね。夢の国が消えちゃって砂の国になります。でもそうは言ってもきらびやかなものもありますし、美味しい食べ物もあります。楽しそうなアトラクションではなくて、貸し切りができるようなトレインだってありますし、本当に伝統的なキャラクターもあります。都市部か地方かではなくて、都市部も地方も別に住民票があるところが自分の住んでいるところという考え方ではなくて、本当に多拠点の考え方がこれから出てまいります。じゃあ鳥取がこれから、どう向きに、本当にどのようにですね、ワーケーションとして選んでいただけるようになるのかって考えたときに、実は首都圏からが一番近いのが鳥取なんですよね。ここにちょっとね、時間距離を書いてみました。大阪っていうのが近いイメージがあるんですけど、実は一番近いのが東京です。飛行機が飛んでます。75分です。もしかしたら首都圏の方、通勤時間これ以上かけてですね、出勤されていることもあるかもしれません。このアクセスの状況を見たときに、まだまだ鳥取は可能性があるんじゃないかなということがあります。ワーケーションはワークとバケーションっていう言葉の造語になっております。ここに、プラスアルファを加えることが地域の課題解決、
そしてですね、今日のテーマであります人材交流というところになると思います。仕事か休暇か、必ず企業の中では本当に勤怠管理とか難しい部分が出てきます。そうではなくて、主体を自らに置き換えたときにプラスアルファの部分が実は関わり、人材交流、こういったことになる可能性は十分あります。地域は課題をたくさん抱えております。次世代の育成ができてません。人も足らない。やはりそういったところでですね、せっかく仕事で、田舎の方に、地方の方に来るんであれば、まあ、余暇を楽しんでくださいっていうのが今のワーケーションなんですけど、そのプラスアルファのところで地域の課題解決に一緒に取り組んでみませんかとか、こういったところでですね、地域間の競争ではなくて共に作る方の競争に、これから進めていくのがこのワーケーション、そして新たな人材交流の考え方になるんじゃないかなと思います。地域の課題解決という部分が実はこのワーケーションにサプライヤー側としてですね、一番期待している部分でもあります。この他拠点でありますとか人材交流、地域との関わり、こちらについてはこの後のパネルディスカッションの方で深く議論してまいりたいと思います。それでは今日のパネルディスカッションの前の基調講演としては以上で終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。石塚さん、ありがとうございました。すごいです。ジャスト20分でした。素晴らしい。ありがとうございます。なんかこう改めていかに多様で自分がどう捉えるべきかっていうのをなんかすごく考える時間になりました。ありがとうございます。そうですね、石塚さんへのご質問はまだ引き続き Q&A で受け付けておりますので、こちらもすいません、まとめて最後にお話をできたらと思いますので、引き続き Q&A に投げかけていってください。よろしくお願いいたします。で、改めまして石塚さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。では、最後の10分間でですね、JMAM社が開発、HIS もツアーの実施と広報活動のパートナーとして参画をしておりますラーニングワーケーションヒアゼアのご案内と、9月より順次開催されます、モニターツアーのご案内をさせていただきます。ヒアゼアは会員制のイノベーション人材育成プログラムです。東京での学びをベースに国内外のさまざまな地域での独自のプログラムを総合に体験いたします。座学では得られないリアルな体験による学びとバックグラウンドが異なる人たちの交流を通じて、内省し自分の頭で考えて行動する力を養います。展開エリアはご覧の通りです。各地域ならではの人や文化、環境といった資源を教材にしたプログラムから年に2回自由に選んで参加することができます。地域を訪れフィールドワークや人々との対話から深い気づきを得ていきます。そこで十分な内省な時間を過ごすことで新たな問いを立てるセンスを磨いていきます。次お願いします。今年度のスケジュールです。徹底したコロナウイルス対策を大前提として2020年9月に鳥取県で、今日話をした鳥取県で第1弾を予定しております。年間プログラムの具体例をお伝えさせていただきます。次お願いいたします。例えばですね、本日お話の舞台でした鳥取県では、砂丘でサスティナビリティを考える4日間を過ごしていただきます。地球環境変化という課題に最前線で挑戦を続ける専門家との交流を通じて、地球規模で起こっている事実への理解を深め、自分は何ができるのかを考えるプログラムです。次お願いいたします。本日はご参加をいただきました皆様にモニターツアーのご案内させていただきます。次にご紹介いたします4つの地域へ合計で27名無料ご招待いたします。なおこの人数はですね、7月から開催されましたイベントから12月までの計8回のイベントでの合計数となります。次お願いいたします。ご案内地域はこちらの4地域です。本日お話しいたしました鳥取県、そして新潟県妙高市、岩手県釜石市、岩手県山田町となっております。次お願いいたします。退出後のアンケートにてご希望された方へモニターツアーのご案内をお送りさせていただきます。現在鳥取県を募集しておりますので、本日ご希望の方には、週明けですね、鳥取県コースのご案内をお送りいたし、
以降のコースについては最終調整中となりますので、ツアー内容確定後ご案内を順次お送りさせていただきます。なお、ヒアゼアのプログラムはすべて現地合流となり、今回の費用の現地までの移動費は含まれておりませんので、ご注意くださいませ。次お願いいたします。また参加の条件がございます。参加コースの全日程参加できること、モニターツアー内でのお写真を今後の PR 素材として二次利用に承諾いただけること、その他記載のような条件がございます。詳しくはご案内メールにてお伝えをさせていただきます。申し込み回数制限はなく、すべてのコースにお申し込みは可能ですが、1コースずつの順次ご案内となります。あっという間に1時間30分のプログラムが終了いたしました。最後にご案内がございます。お願いいたします。退出後、画面に表示されますアンケートにご協力をお願いいたします。次に、承認制コミュニティ働き方改革ラボという、Facebook のコミュニティを作りました。加入希望者は退出後のアンケートにご記入ください。そして、こちら HS からのご案内です。 HS 法人事業部では、企業様のビジネスのヒントとなるようなセミナーを随時お届けしております。発信の場の一つとして Twitter HS 公式アカウントを作りましたので、 ぜひチェックをお願いいたします。続いて、今後のセミナーのご案内させていただきます。来月以降もワーケーションのイベントを実施いたします。次回は9月の14日月曜日に19時30分より、新潟県の妙高市の皆さんをゲストに、再び地域のワーケーションを深掘りしていきます。来週には申し込み開始となりますので、よろしくお願いいたします。それでは以上をもちまして、セミナーは終了となります。最後、ヒアゼアのプロモーション動画を流させていただきます。3分ほどとなりますが、ぜひ最後までご覧いただいて、ご退出いただけますと幸いです。それでは、本日ありがとうございました。さまざまな人たちとの交流が想像力を刺激する。遠く離れた場所での特別な体験が五感を解放する。人生の大切なことを知り、学びながら生き方を見つめ直し、そして深めていく。さあ、自分という広大な世界を旅しよう。Here, there.毎月、東京やその近郊で幅広い年齢、職業、趣味、嗜好を持ったメンバー同士の交流や、新しい体験ができるワークショップをプロデュース。インスピレーションを高め、新たな学びが得られます。毎月いろんなテーマを設定し、全国各地で数泊の体験プログラムを実施。その度その土地でしかできない特別な体験によって、自分らしい生き方を見つめ直すことができます。またリモートワーク環境も充実。いつもとは違う場所で働くことで、新しいアイデアが生まれるかも。ゼアは、例えば和歌山ではこんなプログラムをご用意しています。太古の昔より、よみがえりの地と言われる熊野、世界遺産として有名な小道を歩きながら自分と向き合っていく。さらに本宮大社へ、ありのままの自分を見つめながら心を少しずつ整えていく。自然豊かな環境で快適に仕事ができたり、リラックスして読書を楽しむ時間もあります。正解がないと言われる現代、座学ではなく、さまざまな体験による学びを通じて問いを生み出す力を養っていく。働くとは何か、自分とは何か、
これからを生きるための本質がきっと見えてくる。Here There 生きるを学ぶメンバーシップ。さまざまな人たちとの交流が想像力を刺激する。遠く離れた場所での特別な体験が五感を解放する。人生の大切なことを知り学びながら生き方を見つめ直し、そして深めていく。さあ、自分という広大な世界を旅しよう。Here There。 毎月東京やその近郊で幅広い年齢、職業、趣味、嗜好を持ったメンバー同士の交流や新しい体験ができるワークショップをプロデュース。インスピレーションを高め、新たな学びが得られます。毎月いろんなテーマを設定し、全国各地で数泊の体験プログラムを実施。その度その土地でしかできない特別な体験によって自分らしい生き方を見つめ直すことができます。またリモートワーク環境も充実。いつもとは違う場所で働くことで新しいアイデアが生まれるかも。ゼアは例えば和歌山ではこんなプログラムをご用意しています。太古の昔よりよみがえりの地と言われる熊野、世界遺産として有名な小道を歩きながら自分と向き合っていく。さらに本宮大社へ、ありのままの自分を見つめながら心を少しずつ整えていく。自然豊かな環境で快適に仕事ができたり、リラックスして読書を楽しむ時間もあります。正解がないと言われる現代、座学ではなく様々な体験による学びを通じて問いを生み出す力を養っていく。働くとは何か、自分とは何か、これからを生きるための本質がきっと見えてくる。 Here There 生きるを学ぶメンバーシップ。